はい、こんにちは、バケです。メタルマックス2続きをやっていきましょう。ちょっと動画を見返していて、思い出したことがあって、クエストね、受けていたの終わってたんだよね、これね。忘れてたわ。どうやらお前の根性は本物らしいな。すっかり忘れてた。いいだろう、火抜け団への入団を認めよう。倒すでグラプラをクリアしました。こんなクエスト受けていましたね。経験値を得ました。ポチのレベルが上がった。ポチどんどんレベル上がってほしいな。ポリを覚えた。団員が集まる地下酒場がこの町の人間用品店の地下にある。そこに行ってヌッカという男に会え。ハモフも、ハモフも抜けてないとヌッカに言えば仲間を見つけてくれるはずだ。ハモフも抜けてない。ヌッカの地下酒場が発生。兄貴と俺の話、聞かなかったことにしといてくれ。これは団長命令だ。わかったな。わかったらもう行け。これでヌッカの酒場解放されるのかな？あれ、ここどこだ？レンタルタンク屋か。アクセルパパ。なんだあんたは。アクセルなんてバカは知らん。さあ、出てってくれ。感動されてしまったんですかね。ここで寝泊まりしてるの？ああ、ここだ。ここの地下だ。いまいちね、街の作り覚えてないんだよな。この人がヌッカ。あら、いらっしゃい。ここはヌッカの酒場よ。歯もふも抜けてない。これか、合言葉。ふっふっふ。やっぱりね。顔を見た時から合言葉を言ってくれそうな気がしてたのよ。ヌッカの地下酒場へようこそ、火抜け団の団員さん。あ、仲間をやっと増やせるか。相棒とか仲間とかを探してるのなら、このヌッカにお任せあれ。さーて、かまいこちゃん、ヌッカにどんな子用かしら。あー、仲間を加える。あ、もう名前とか決まってるの？仲間作れるんじゃないのかな。保管を選ぶ。保管を探してほしいのね、了解。いくつか私の質問に答えてくれる。職業は次のうちどれがいいかしら。あ、そんなストレートに聞いてくるんだ。どうしようかな。メカニックが欲しいかなと思ってるんだけど、どうかな。何人まで仲間って増やせるんだろう。多分二人ぐらいは入れられるんじゃないかな。メカニックはいた方がいいかな。おかま？霊人？何それ。男、女、おかま。これなんて読めるんだろう。女だな。じゃあ最後に名前を名前を自分で決めなきゃいけないんだ。まあ、立ち絵が出ますね。可愛くないですか、メカニック。メカニック女。名前か。5文字で名前を決めなきゃいけないのか。漢字はこの中から選ぶ漢字？漢字だけに。カタカナってないんですかね。あ、ここで選ぶのか。じゃあ5文字の名前を決めていかなきゃいけないのか。うん、じゃあ1人目はね、ラザーニャ。ラザーニャにしましょう。メカニックで女のラザーニャさんね。こんなピンポイントでそんな人いるんですかね。了解、探してあげるからちょっと待ってて。ラザーニャさん、ペペツさんからお声がかかってるわよ。ラザーニャが新しくパーティーメンバーになった。案外簡単に見つかるんだな。もう一人ぐらいいける？あとどうしようかな、もう一人。ソルジャーがいいかな。ここでさ、どういう特性があるのかってここでは確認できないのかな。そうしたらね、ナースかアーティストかで悩むんだけど、あんまり他のゲームでない感じのね、タイプですよね。アーティストにしようかな。可愛いんだよな、アーティスト。このオカマっていうのはどういうことなんだろうな。オカマ。これオカマなんですかね。オカマにしておきますか。キャンセルできねえ。キャンセルできねえよ。じゃあ名前決めていくか。じゃあね、オカマのアーティストはカルボネラさんでいきましょう。アーティストでオカマのカルボネラさんね。いるんだな。カルボネラが新しくパーティーメンバーになった。オカマでアーティストのカルボネラさん。この性別って何？どういう効果があるんですかね。旅の仲間のことならいつでも、このヌッカが相談に乗るわよ。ヌッカの地下酒場をクリア。経験値もらえるんだ。仲間増えましたね。誰だ？ああ、まだ生きてるようだな、ペペチ。誰だっけ？元気だよ。それは何よりだ。リッチーがあんたに会いたがってる。何か用事を頼みたいらしい。会いに行ってやってくれ。リッチーって誰？なんかね、ちょいちょいひどい選択が出てきますよね。すぐ行くよ。ああ、頼む。やった。仲間増えましたよ、仲間。
とてもね、色っぽい感じのパーティーになったよ。レベル低いな、レベル低いんだな。待って、レベルに差があるんだけど、なんで？ラザーニャさんはレベル3なんだけど、カルボネラさんはレベル4だよ。何の違いなんだろう。じゃあ行こうか、リッチーのところにね。装備も整えてあげないとな。合言葉は？歯も歯も抜けてない。よろしい。犬毛団の団員なら、その合言葉を忘れるな。実は、森行ってお前に頼みたいことがある。鳩場の町へ行き、老老と呼ばれている男に会ってきてもらいたい。その男に、この古びたカードを届け、金を受け取ってこい。老老ってなんだろう。恐ろしく、年を取った老人で、過去の遺物を集めるコレクターとして有名な男だ。老老、ウルフっていう言葉がね、結構重要だと思うんだよな。ウルフ、老老。船着き場のある大きな建物の3階に行けば会えるだろう。古びたカード？このカードが一体何なのか、俺にもよくわからん。だがこのカードは、コレクターにとってはえらく貴重なものらしい。老老なら4000ゴールとかそれ以上で買うという噂だ。大金だな。この金は、犬毛団にとって大事な資金になる。グラップラーども、エルニノから追い払うための資金だ。持ち逃げしたら、地の果てまでお前を追いかけるぞ。報酬は？ LINE なら報酬なしで、団のために働くのが普通だが、今回は特別だ。老老から受け取った金の 10%、報酬として払おう。高く売れば、お前の報酬も増えるということになる。引き受けましょう。よろしい。やるべきことは分かってるな。任せとけ。では行け。俺はここでお前の帰りを待つ。犬毛団のミッシが発生。古びたカードね。鳩場のね、町、村はね、ドッグシステムで簡単に行くことができるんだけど、ちょっとね、この辺りでレベル上げした方がいいんじゃないですかね。お金もないしね、装備を整える必要もあると思うんで、ちょっとレベル上げをしていこうかな。あれ待って、車ってどうしたっけ？車どこ行った？ああ、よかった、あった。車なくすわ、これ。そういえばさ、これ4人まで乗れるっていう話でしたよね。あ、乗れる。こうやって乗るのか。え、ポッチも乗れるの？あ、全員乗れる。あ、じゃあこれでね、安全にレベル上げすることができますね。あれ、乗ってないよ。あ、オッケーオッケー。これで全員乗れましたね。まあじゃあね、ちょっとレベルを上げてからね、次のところには、次のところっていうかどこに行けばいいのかね、わかんないんだよな、このゲーム。とてもね、自由度が高いゲームですよね。まあ、とりあえずちょっとお金も稼ぎながら、レベルを上げつつ、次に進んでいきたいと思います。ちょっとここからは別撮りとなっております。ですね、ヌッカの酒場で、なんか職業の説明のようなものが確認できるかなと思ったんだけれども、できなかったので、ここでね、確認していきたいと思います。職業がいろいろあるんですけれども、それぞれ特性があるようなので、ここでね、確認しましょう。まず、ハンター。車に乗ってモンスターと戦う荒野の賞金稼ぎ。運転だけでなく、モンスターを発見するのも得意。ふん。で、メカニック。車の修理が得意で、運転も結構うまい。戦場の整備士。肉弾戦はあまり得意ではない。で、ソルジャー。人間用の武器で戦うと、その強さを発揮する。白兵戦の専門家。車の運転は下手である。なるほど。じゃあ、ナースね。傷ついた仲間の回復治療を得意とする戦場の天使。敵を攻撃するのは増えて。で、レスラー。己の肉体を武器に素手で戦う格闘の専門家。車に乗って戦うのは苦手。あ、そう、バイクではね、戦えないっていう話がね、なんか、その辺の人の話で出てきましたよね。レスラーはバギーに乗せろって言ってましたよね。で、アーティスト。奇抜な戦法で敵を翻弄する戦う芸術家。特殊砲弾の作成、戦車兵器の超改造などもできる。やばいな、これチラッと読んだだけだと全然わかんないですね。このラインナップはメタルマックス3とね、全く変わらない構成となっているので、おおよその役回りはね、わかっているつもりです。多分ね、ハンターは主人公なんでいいとして、メカニックが車の修理ができるっていうことなので、道中ね、車が破損したとしても、メカニックがいれば多分修理してもらえるんじゃないかなという感じですね。で、ソルジャーは、まあ、白兵戦ね。白兵戦がレスラーとソルジャー2種類いるんだけど、
ソルジャーは武器を使って戦うタイプか。レスラーは素手で戦うんですね。で、ナースは傷ついた仲間の回復治療を得意とするだから、人間の回復ができるんだと思うんですよね。で、車の修理はメカニック、人間の修理はナースっていう感じなのかな。で、ちょっと謎なのがアーティストですよね。まあ、特殊砲弾の作成とか、まあ、兵器の超改造なんかができるっていうことなので、どちらかというとね、バトル向きというよりは、サポート的な立ち位置になるんですかね。まあ、そう考えるとこの構成で大丈夫かな。ハンター、メカニック、アーティストっていう構成大丈夫かなっていう気持ちがあるんだけど、どうなんでしょうか。ちょっとソルジャーも入れたいかなっていう感じですね。あくまでも女性にしか僕は興味がないので、まあ、とりあえず、このハンター、メカニック、アーティストもね、構成で引き続きやっていきたいと思います。はい、そうしましたらレベルを上げてきました。ちょっとね、調子に乗りすぎて、結構レベルを上げたんだけど、上がった分のね、HP は回復されないので、ちょっとね、ここでまとめて回復してみよう。どれぐらい HP が上がったのか。めちゃくちゃ強くなりましたよ。特にポッチがね、ポッチが体力1000超えましたね。まあ、全体的にね、なんだかんだね、ペペチのレベルに追いついてきた感じで。で、お金もね、ちょいちょい溜まっていて、まあ、今2400なんですけど、鳩場の街で買える装備を、人間装備をね、購入いたしましたので、人間装備についてはもうこれ以上良いものはないんじゃないかな。わかんない。鳩場のものが全部いいのかどうかわかんないんだけど。じゃあね、今窓の街にいるんですけれども、ここからね、西じゃないな、東の方に行ったところに、バイクをね、売っているところがあるので、ここか、意外と近くにあったな。以前来たね、1000円でバイクを売っているところ、これ買っていきましょう。いくらだ ?1000 ゴールドだ。うん、買いましょう。よし、あんたに売ろう。ペペチは1000ゴールド払った。さあ、これで、こいつはあんたのもんだ。好きに乗っていいぜ。俺はこれから街で酒盛りだ。はっはっは。いや、1000ゴールドって結構大金だからね。あ、何これ、もう乗ってていいんですか?乗っていいのか?どうしよう、誰が乗りますか?ガルシア号、カルボネラさんだけ乗らない。これでいいかな。そんで、こんな感じ?カルボネラさん。これ調べなきゃいけない?あー、ペペチは黒バイを手に入れた。黒バイ?黒バイっていう名前なの。かっこいいな、このバイク。黒バイでいいかな?そのままでいいかな?後から名前って変えられるんじゃないかな?うん、じゃあ二輪ゲットしましたね。かっこいいな。黒バイ。うん、じゃあとりあえずバイクを買って、かわいいな、あれ。バイクかわいいな。うん、戦っていきましょう。あ、バイクに乗ってるときは、自分で撃つんだ。そういうことね。バイク自体にそっか、武器がついてるわけじゃないよね。バイクだもん。うん、それで、窓の街からね、結構東の方に来たところに、また何か建物があったので、ちょっとね、建物だけ見つけて帰ったんだけど、なんかあれ、バイクがあるよ。強そうな大砲積んでるな。弾が切れねえように気をつけて戦えよ。砂漠には砂ザメがうろついてる。エルニニョに行きたきゃ山沿いに北へ向かうのが安全だぜ。倒しましたよ。キーがロックされている。どうやらこれは誰かのバイクのようだ。白バイ?黒バイと白バイ?畜生め、この足さえしっかり動けばあんな化け物イチコロなのによ。化け物って赤いサソリのモンスター、通称アンタです。俺の足をこんなにした張本人さ。男はペペチをジロジロ見ている。あんたいい目してるな。俺の若い頃に似ている。どうだ、俺の頼みを聞いてくれねえか。頼みって?俺のバイクに乗ってあのニック・キアンタレスを倒してほしいんだ。やりましょう、報酬は?バイクもらえるの?そこのバイクをあんたにあげよう。文句ないわ、引き受けよう。そう来なくちゃ、あんたならきっとやってくれるさ。これはバイクのキーだ、あんたに預けよう。バイクのキー受け取った。バイクもらえるんですか?奴は遥か北の、鳩場の近くの砂漠に現れる。俺に代わってやっつけてくれ。頼んだぜ。復讐のバイクが発生。なるほど。砂ザメぶっ殺して賞金踏んだくろうと思ってたんがやったがよ。
反対に奴にぶっ殺されそうになってここへ逃げてきたのさ。砂ザメ倒したからな。イチコロ飲んでいきましょうか。てっきりミルクでも飲むのかと思ったぜ。おらよ、フェフェチ。なんか話は、あんた旅の目的は何だい？もし自分探しなんて言うならやめときな。自分が望むような自分が見つかるとは限らないからね。いいこと言うじゃないですか。まあ、宿屋に泊まる必要はないか。上は宿泊施設かな。階段があるよ。あ、店の裏手に回れるんだ。金庫がある。この金庫、立派な金庫だけど鍵がかからないみたいだね。鍵かかってないの？あ、お金入ってる。そんでこのバイクもらえるんですか？ペペチはバイクのキーを差し込んだ。白バイを手に入れた。やべえな。今回で2台。黒バイと白バイだよ。このバイクでも銃がついてる。なんか、機関銃のようなものがついてますね。白バイなのに。白バイで行きましょう。どうしようかな。ペペチ白バイで行きますか。これで行きましょうか。バイク。ツーリング行きますよ。なんで？ちょっと待って、曲が変わった。フィールドの曲が変わったんだけど、バイクだから？ツーリングだからですか、これ。白バイはね、やっぱり兵装がついてる。だから黒バイにもじゃあ、なんか武器つけられるのかな？なんで、これ待って、フィールドの曲変わりましたね。で、なんだっけな？なんかね、今頼まれたんだよな。鳩場の町の近くに、なんか出る、何かを倒すんだよね。サソリ？サソリを倒せばいいのかな？ちょっとね、そいつだけ倒していきたいな。なんだっけ、アンタロス。なんかそんな感じの名前だけど、それ賞金首かな、もしかして。賞金首だったらちょっと厳しいかもしれない。どうだろう、バイク2台ならいけるかな。あ、7.7 ミリ機銃が、扇形じゃないのか、これ。特殊砲弾。あ、自分でも攻撃できる。あ、これで行きましょう。バイクは、バイクの武器も使えるし、人間用の武器も使えるっていう感じなんですね。すごいね。これ便利じゃない？あ、じゃあ、ソルジャーはバイクで戦った方がいいんですかね。白兵戦だけど、結構武器を使うと思うんで、まあ、ソルジャーいないけど、うちには。残念ながらね。来たよ。アンタレスが現れた。アンタレス、あんたでかいな。そういう感じなんですか。どうしようかな。7.7 ミリ機銃。45ミリ砲。ショットガンじゃちょっと物足りない気がするんだけど。着ぐるみ芸術。衣装を変えたり、着ぐるみに身を包んだりして敵の意表をつく攻撃を行う。金粉を全身に塗りつけて様々な属性の攻撃に対する抵抗力を上げる。よくわかんないな。着ぐるみ芸、あ、乗ってるとダメなんだ。使えないんだ。じゃあ、ショットガン撃ってくか。くそ、強えな。倒せんかな。全然効かないよ、ショットガン。しかもなんかね、こいつキラキラ光ってんぞ。いや、めちゃくちゃ痛えんだけど。めちゃくちゃ痛えんだけど。これ、勝てねえかな、さすがに。やたらバギーが狙われてるよな。戦闘中にさ、さっき買ったタイルパックって使えないんですよね。やばい、バギーが集中的に狙われてるんだけど、なんで？全くバイク狙われないですね。どういうことなんでしょうか。特技、ああ、これ電光石火やろう。バギーに乗るのはペペチだったな。失敗したな。あとね、バギーとか全く改造してないからさ。くそ、強い。あ、倒せた。アンタレス倒せました。これって賞金首だったのかな？ラザーニャレベルアップ。ペペチはね、ガルシア号だな。ラザーニャに黒バイ？違うな。白バイ？うん、これで行きましょう。で、今の戦いでどうかな？バギー、どこか壊れたかな？あ、これはまた派手に。あ、金などいらん。ナイルじいさんのところに来れば、タダで修理してくれるんだね。毎回ここに来ればよくない？うん、来ましたよ。奴は赤いサソリ。アンタレスは遥か北の、鳩場の近くの砂漠には、うん、やっつけてきたぜ。
ペペチはアンタレスとの戦いを詳しく語って聞かせた。そうか、ついにやったか。ありがとうよ。約束通り、貸していたバイクはあんたにあげよう。復讐のバイクをクリア。これはお金がもらえるわけじゃないかな。経験値240、またレベル上がったな。復讐は果たせても、この足は動かねえままだ。だが後悔もしねえ。それが人間ってもんだ。ところであんた、10ゴールドばかし持ってねえか。バイクをあげたんだ。10ゴールドくらいくれてもいいだろう。100ゴールドあげるよ。何？ 100 ゴールドもくれるのか？ありがてえ、遠慮なくもらうぜ。へへへ、親父、酒だ酒。イチコロを頼むぜ。あ、それとヌメヌメ焼きもつけてくれ。よかったね。いや、もらった金で飲む酒は最高だぜ。まあ、一見落着しましたね。で、一旦ちょっとね、街に戻って、ちょっと待って、どうなってる？なんで乗れないんだ？俺のバギーに乗せてくれよ。こいつが邪魔なのか？うん、いけた。一旦じゃあ街に戻って、今のさ、サソリって賞金首だったのかな？ん？本当にウォンテッドモンスターを倒したんですか？嘘をついてもすぐにバレますよ。ウォンテッドじゃなかったらしい。強かったのにな。じゃあ一旦今回はね、ここで終わりにしたいと思います。今回結構濃い内容だったんですけれども、仲間が増えたり、車が増えたりという感じで。まあ、今後はね、この車に穴を開けて、大砲をつけたり、機銃をつけたり、ミサイルをつけたり、新しい武器をつけて、どんどん強いモンスターを倒していくっていう感じになるんではないでしょうかね。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。